こえてますか、私の声があなたの耳となり、共に歩んだ人生を精一杯に生きて旅立ったね。あれから12年、早いものですね。まだ用事があるから、いつの日か会えるまで迎えに来ないでね。覚えてますか、野瀬の山を折りたたみの自転車で、あなたは早春の野山を駆け巡り、スケッチをたくさんしましたね。大きなおむすび2つ持って取材に行くとよく出かけたね。見えますか、あの公園が。あなたが好きだった公園のベンチに、おじいさんが一人座っていた。寒さに耐え、ひたすら春を待つ。その後ろ姿に哀愁が漂って、何を思うか全くやるせないね。漁師さん聞こえてますか、私の声が。あなたの耳となり、共に歩んだ人生を。